じゃ、こんにちは。さゆたかさん、お、まあ、先週末金曜日にプロ野球開幕して、そうだな、なんか、はい、森内の言い方すると、はい、なんか遠い昔のようにこれ先週末とか言って先週末、うん、まあ、あの昨日お休みだったので、そうそう、ね、なんか一個挟むとすごく遠い昔のように、まあ、まあ確かにな、感じるんですけれども、まあ当たり前ですけど各チーム参戦、うん、戦って、うん、で、ゆたかさん、はい、いかがでした、このまず参戦。やっぱり、いや、まあ、野球ってやっぱりいいなと思うよね、うん、はい、そこに感動が詰まってたりだとか、はい、まあ、物語があったりだとか、うん、まあ、そういうことを考えると、はい、あ、野球っていいなっていう、まあ、野球だけじゃなくスポーツっていいなっていうふうに思ったね、はい、そうですよね、うん、で、ゆたかさんも実際にもう球場に行って、あ、行った行った、何戦かもう見てたんですもんね、実際に。もうね、はい、ひどい試合も見てきたよひどい試合、いや、まあ、ひどい試合っていうか感動するような、でもなんでやねんっていうこともあったよ。気になる、気になる、どっちからいきます、感動する方なのか気になるのは、あ、まあ、これはね、はい、昨日も出してるんだけど、はい、まあ、いろんなこうくくりでね、まあ、大体こう触れていったんだけど、若手とかね、はい、躍動してるとか言って、うん、今日はねちょっと掘り下げてみようと思う。おー、まず、はい、亀井のホームラン、初戦開幕戦ですね、サヨナラホームラン見事だったよ。感動しましたね。いや、感動したけど、はい、俺はその DeNA の OB として、はい、あ、そうだ、お、ええー、みたいな、どっちが先に来てる、お前頼めよみたいな感じだった。三島投手、それはまあ亀井も後輩だし、はい、大学のね、はい、打って嬉しく、うん、負けて悔しいという、なんか複雑ですね。めちゃくちゃ複雑なんだよ。え、あれ、あの時はまだ球場にいたんですか。あの時はね、もうテレビになってたんだけど。ああ、そうだったんですね、うん、あれね、はい、まあこう亀井がこうやって立ってる、まあ、はい、こうやってストライクゾーンを、うん、まあ大体ね、はい、こうやって打席に亀井が立って、はい、こう球分割、うん、これがあのストライクゾーンっていうことなんだけど、はい、打った球が、はい、三島投手、三島の、まあ、こうスライダーなんだよ、はい、これそこですね、はい、まあ、初球2球目はまあいいとして、はい、スライダーなんだよ、これ真ん中なんだよ、はい、これさ9回打ち切り、一番いけないのは長打、その中でもホームランがもうゲーム決まっちゃうじゃない。おい、なんでスライダー投げさせたんだっていう、そこなんです、ね、それも納得してスライダーなんでいったんだっていう、はい、俺は森内を、はい、それはね、今の球場だったら、うん、今の選手のパワーだったらどこでも入る確率はあるよ。でも亀井という、岡本とは違う、亀井というそんなにホームランバッターではないよね。ね、その配球をするのに、はい、お前どこ投げる。うん、私は低めで外行きますね。正解、はい、ここだよな、はい、ここ一辺倒でよかったと思うんだ。もう絶対に当てさせないってことですね。これまっすぐね、はい、でなんでまっすぐかっていうと、まっすぐが一番三島コントロールがいい、はい、で、亀井の心理からするとさ、一番おいしいとこじゃない。そうですね。いや、だって引き分けは決まってんだからね、負けることはないんだから。そしたら彼はやっぱある程度長打を狙ってたと思うんだよ。そしたら待つ球っていうのは、うん、この付近なんだよ。まっすぐから高め、そう、マスクというか中高から、はい、もろ半速球のスライダーが来たら、はい、そら打った亀井もすごいよ。そらね、もう一度打てって言っても同じ球を、そら打てないかもわからない、うん、でもここの配球だけはないわ。ない。例えばまっすぐがど真ん中入っちゃった、はい、サインはここでした、うんうんうん、そしたら技術のミスを許せるけど、はい、だけどスライダーを選択してね、真ん中に投げたらもうアウトだよ。ホームランっていう意識がない。これなんでここにま、キャッチャーが要求したんですか。いや、スライダーという球種が俺は気に食わないって言って、ね、ああ、いや、だからスライダーでも、はい、ここに1球スライダーをこうやって見せて、まあ、足元に、はい、でまた外に行くんだったらいいよ、はい、ね、だけどスライダーでストライクを取りに行ったっていうのが、うん、俺は解せないんだ。これ DeNA バッテリーはそこで投げることによって、うん、一体 何を期待してたんですか。分かんない、気持ちよく投げさせてたんだ三島投手を、うん、例えば見逃してくれるかなとか、振って空振りで違う違うとか、違うよ、違う、それをものの見事に打った亀井も素晴らしいけど、はい、俺は
ここ一辺とここ三球でいいって、うん、そしたらまず長打はここないよ。そうですよね。たとえ振らなくてボールになったとしてももう外の底だから亀井も、亀井はここに来るだろうと思ってたと思うよ、はい、だけど間違いがあるかもわからないって言ってバッターはここを待つんだよ、はい、みたいな思ったと思うよ亀井も。来たんだもん来たよ。そうですよね。いやだからこういうことが行われてる。だからちょっと亀井は打ったのは素晴らしい、はい、もう本当に開幕戦でね、うん、ね、3球でヒーローになっちゃった。で1球でヒーロー、大ヒーローだ、うんね、史上初じゃないこれ。代打サヨナラホームランなんで、うん、快挙だよね、はい、でも演出したのは DeNA のバッテリーということで、なんかその花を添えてしまった形ですよね。うん、だから分かっててもここに行かないと。もし豊さんがやっぱり亀井選手の立場で代打で左こうやっぱり出てきたらやっぱりここ、いや追い込まれるまではここら辺待つよ。あ、やっぱ間違いがあるから人はやってるんだ、はい、三島も間違えたんだと思うよ、はい、ここにコントロールしようとはしてなかったと思うよ、うん、でも間違えたんだと思うよ、はい、でも間違いが起こるのはやっぱスライダーだし、うん、やっぱここをやっぱ狙ってここをまっすぐで狙って間違えたんだったらもうしょうがない、もう技術をコントロールを、はい、あの磨けって思うけど、うん、スライダーを選択したっていうところが俺は納得いかない。これ三浦監督なんかその後話して、あ、まあそれはどうか分かんないけどさ、はい、まあただまあそのまあジャイアンツはそれで勝ったよね、はい、でも DeNA の、戦略だとか、はい、チームっていうのは良かった。あ、良かったんですね。野手は、はい、これなぜかというと、うん、1、2番の桑原、関根っていうのが、うん、やっぱ桑原はその日ヒットを打ってないけども、まあ、冷静に対処しながらフォアボール取ったりだとかさ、はい、関根なんかをこうワンアウトからチャンスを広げるためにセーフティーバントをコンとやったりだとかで、ダイヤモンドのスピードが上がった、はい、それは外国人がいないからさスピードを上げるしかないんだけども、はい、戦い方は確実に良くなった。あ、そうなんですね、うん、これはまあ初戦亀井にねホームランを打たれた1球を言ったけど、はい、だけどチームとしてはすごく良くなってる。お、戦う姿勢がになってる。まだ一勝もしてないけどね、はい、まあ、最後の試合なんかはもったいなかった、うん、まあ、だけどあの戦う形にはなってきた、うん、だから少し DeNA の戦い方を見てで先発オーダーを見て、はい、すごく安心した。あ、そこは安心材料だったんですね。あ、そこは安心した。ただここだけってことですよね。ここ、この1球だよお前、ね、頼むよ本当に西田投手 OB として豊さん、まあ、ただね開幕戦っていうのは何が起こるかわからないんだよ、はい、だから次の日になって、まあ、その日終わって緊張感が取れて、うん、あれなんで俺あそこでスライダー行ったのかなって思わせるのがなんかこう間違えさせるのが開幕戦の緊張であったりだとかさ、はい、そういうことなの。うん、うん、次、次、佐藤。あ、阪神のホームラン打ったね。2戦目でしたね。それも見てたんだよ。球場で俺ラッキーなんだよ。初物よく見てんだよ。いいですね。いいでしょ。確かにあの初戦はね初打点決めて、うん、で2戦目にホームランですよ。そう、はい。でこれはまあこれね、またアメと一緒でこのストライクゾーンがこうある。はい。でね、田口。はい、確かに調子悪かった、うん、1球目ここのスライダーをファールしたんだ佐藤選手が、はい、佐藤が、うんうん、でスライダー、はい、でねここでね思うのが打者心理としたらこれタイミングよく振ってたんだよ、はい、あ、これ続けたら危ないなと思うのと、うん、まあバッテリーは変えるわなと思ってたの、はい、で佐藤も町田も変えると思ってたの、うん、ぴったし合ってたから、はい、変えなかったね。次の球ここのスライダー、はい、最初のより低めだよ、はい、それをかち上げてセンターバックスクリーンに、はい、持ってたけど、うん、普通のバッターだったらやっぱ1球目を振った感覚で、はい、町田も変えたがるんだよね、うん、いや1球目変化球振ったから、はい、次まっすぐなんじゃないかとか、はい、この子変えなかったんだよ。ぴったしあってもうね、うん、ホームランが爆発音だから。そんな音したんです。いや本当にバーンって。そんなだったんですね。それと、はい、この子のホームランっていうのは、はい、佐藤のホームランっていうのは
球場は一変するね、雰囲気を。どうかね。で、はい、みんなの心を掴んでいく、うん、まあ、確かにルーキーで騒がれて、ね、ホームランを期待されてホームランを打ったんだからみんなすごいなってなるわけ、はい。まあ、例えば大山がホームランを打つ、これ大山が悪いって言ってるんじゃないよ、はい、打ってもそんなの雰囲気って変わらないんだよ、ね、でも佐藤がホームランを打つことによって一変する。だからホームランで雰囲気を変えてほしいとかいう、まあ、解説したりとかするじゃない、はい、変えられることや。すごいものを持ったルーキーが来ましたね、うん、だからもう球場全体が佐藤だ、もう球場全体ご飯みたいになっちゃった佐藤のご飯。いや本当佐藤のご飯。でもそのぐらい、まあ、すごい選手というか、普通だったらここやっぱり考え方一球で変えるものなんですね。変え、いや一球目がかなりタイミングが合ったスイングしてるから、はい、あ、これ変化球狙ってんなと思うわけ。あ、だからキャッチャーも次変えてくると思ったんだろうな、はいはいはい、待ち球を、うん、そしたら変化球でもう一球いっとけみたいな。か確かに田口も調子悪いんだよ、うん、悪かったんだけど配球的に普通だったらバッターって変えたがるんだよね、一球ミスったボールっていうのは、はい、でタイミングをよく振ってるし、うん、でもこの子は変えずに待ってたね。これずっとオープン戦の時からなんかそういう感じの。いやこれはねやっぱデータに基づいてる阪神の、田口の変化球を狙い、あ、そういうこと。田口は変化球を打たれると一気に崩れるっていう、はい、だから変化球の打つ率が高いもん阪神が。あ、そうだったんです。だからサンズが結構ホームラン打ったんだよ、はい、あれが1球目がカーブ、外のカーブをセンターバックスイング右、次がピッチャー変わったけどスライダー、外のスライダーをホームランされた、はい、ヤクルトの打たれ方もどうかと思うけど、うん、だけどこの佐藤のこの一発、はい、内容があったね。おお、そうなんですね。あ、内容があった、もう鳥肌が立ったもん。わ、見ていて、わ、こいつ変えないんだと思って。すごいですねこの大物ルーキーというか。いやいや、それか全く張ってなかったか、来たボールに対して反応するという、反応するだけであれだけのホームランを打てるっていうのは大したもん。すごいですね、うん、やっぱり本物なんですね。いや本物本物、うん、ね、さあ、はい、ここ でもう一人、はい、早川、あ、勝ちましたね。内緒すんだー言うて、はい、言うてるやろ、はい、ね、ピンチを迎えた、はい、鈴木大地が先頭バッターエラーした、うん、それからヒットヒットってつながれてノーアウト満塁になったんだよ、はい、どういうピッチングをするか、うん、まあ、ノーアウト、ね、満塁だったらもうルーキーだったらこうそこから崩れていく。いやいや、だって最初の始まりがエラーだもん、それが最初のランナーだもん。もう動揺しちゃいますよ、ね、動揺するというよりも何やってんだっていうことでしょ、はい、でも見事だったのは、うん、初回からキャッチャーに対して首振るんだよ。お前入ったばっかりでお前データ入ってんのかとか思うぐらいもうめちゃくちゃ首振るんだよ、はい、ほんで大体俺の経験上首振ったら逆に出るんだよね、打たれたとか、はい、三振取っていくんだよ。こいつ大したもんだなと思って、はい、やっぱ冷静にバッターを見られてる、うん、それとそのピンチをどうやってしのいだかというと、はい、徹底して低めに投げた、このゾーンに投げて、はい、高めいかない、うん、それが効くんだよ。ここら辺でまっすぐ取るんだよ、はい、ストライク、こう右バッターに対して、はい、ね、右バッターに対してストライクを取って、こっから落とすんだ、うん、はい、さらに、うん、ここにスライダーとか右バッターだと、おー、そこばっかりいくんだ、そこばっかりいくんだ、はい、で、ここでダメだと思ったらここにチェンジアップ投げる、今度反対の外の低めの、うん、それも低めのストライクからボールに落とすんだよ。はー、ストライクからストライクっていう球は打たれやすいんだよ、はい、だけどここを低めでストライクを取っといて、うん、こっから追い込んだら落とすんだよ。これバッター心理からするとどうなんですか。だから低めを振っちゃいけないっていうのは分かってんだよ、はい、でも低めでストライクを取られてるから、うん、振っちゃうんだよ、やっぱ三振したくないから。ああ、もう完全に相手ピッチャーのペースにはまっちゃってますよね。だからね、はい、大したもんだこのピッチャー。ただ、はい、ただ高めに抜いたボールは確実に打たれる、見ててそう思われました。ああ、変化球ももちろんそう、それと大きな変化を使うときに緩む、だからそれは気をつけた方がいい。だからそのソフトバンクの和田に似てるのと、
広島の右ピッチャーだけど、はい、野村、このピッチャーがルーキーの時から打たれなかったんだ。なぜかというと低めしか来なかった。だから俺はバッティングコーチの時に、いいか、この2段から3段にボールが浮くまで我慢しよう。浮いてこないの浮いてこないやられちゃうんだよ。どうしようもない。いや、もうゴロの山だから。あ、それができるピッチャーなんですね。そう、早川投手。だから早川は投げる時は、はい、これ一つ提案なんだけど、守備優先の方がいい。なぜかというと、はい、ゴロの率が高いから、うまいやつがいい。小深田とかエラーしてたけど、はい、ね、エラーしないやつを守らせた方がいい。じゃないと足引っ張ることになる。早川投手の足を引っ張る。そうそうそう、まあ、新人の足引っ張るんじゃねえみたいな逆にね。それと、はい、一つ楽天で心配したのが、はい、ワンアウト満塁、バッター太田、前日ホームラン打ってるんだよ。当たってる。スクイズのサインが出たんだよ。それは膠着状態だけど、はい、スクイズのサインが出た。俺ね、野手の監督だったらノーアウト満塁でスクイズってほとんど出さない、はい、まず出さない。なぜかというと、ホームがフォースプレーになった、はい、ホームゲッツー食らう確率が高いんだよ、うん、でも石井は出すんだよね、うん、と思った。すごいですね。でも太田も、はい、俺わざとかどうか知らないけど、はい、三塁線ファールにしてたよ多分俺あれ意識的にやったと思うよ太田は。そうなん、分かる。いや、それは正面行ったらホームゲッツー食らうから、うん、そうですよね、うん、その後タイムリー打つんだけどね、はい、だけどなんか見てて采配がどうかなって、うん、大丈夫かなっていう心配はちょっとね、ちょっとあります。ちょっとよぎったけどね、まあ、これから慣れていくとは思うけど、まあ最初の参戦ですもん ね、開幕してからの。まあちょっとね、掘り下げてみたけども、はい、そうですね、まあ、三島投手の亀井選手への一球、うん、そしてルーキーの佐藤選手のホームラン、町田ね、町田というか、はい、まあ、素晴らしい爆発音という、はい、そして早川のね、勝ち投手、はい、なぜ勝ったかというね、この3点をね、ちょっと掘り下げましたけれども、うん、そうそうそう、まあ今日は、はい、大野森下とか投げる、はい、阪神は西とか、まあ、サンチェスとか。これね、大野がサンチェスに勝つと、これはやっぱシーズン面白くなってくる。大野選手が今日は、森下、違うサンチェス。あ、サンチェスですか。巨人戦だから。あ、巨人戦か、はい、それで森下が西。いや、そうだ、西勇輝投手、はい、ここら辺の投げ面白いな。おー、どうなるんですかね。いや、これは大野が勝ったとしたら、はい、やっぱ巨人は苦しくなると思う。だって巨人も引くから。で、阪神が西が勝ったら、はい、これはやっぱり阪神ちょっと勢いいいからね。これが森下が止められるかどうか。そうです。阪神は3連勝中ですよね。そろそろ連勝どこまでこうね、伸ばせるか、伸ばしていって単独どんどん首位走っていくと巨人強いですよ。打線が当たってるわ、外国人が、はい、やっぱね、マルテ、うん、サンズでかいわ、打線にいると本当に厚みがありますね。あDeNA なんか貧弱だったもんそんな、いや、貧弱。そうですか。ああ、でも DeNA も外国人入ってきましたからね。まあ、入ってきたからね。はい、まあまあ、ちょっと早くね、はい、戦列にこう並ぶように、そうですね、はい、うん、頑張ってほしいと思います。はい、はい、